速報です。十四分街で強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。十四分街に近づかないようお願いします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。火力じゃ割れねえよ。何でもやのジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く俺の兄弟たちが苦労して。くっ、研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ。噂よりイカれてるじゃない。待った、あれって閃光弾？そう、GS2 型コールーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よ、ビリー。何？頼むから目閉じるなよ、チーズ。
やっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。長官、こちらスクロー4。正体不明の発砲地点に到着しました。赤河組を発見。繰り返します。赤河組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの。ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？くそ、ちゃとやめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。なに、赤賀組のを発見した。なに、してんだ長官。最大口径のやつを選べ。正義実行だ。スクロー4、攻撃命令を確認。やば、後でクレームを出してやっからな。フォローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。消えて。鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。ならここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビーデマラ、なんでも屋ジャト屋の従業員。ある事故により私は現在強制ホローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられる。
られるはず。専門調査員の素質なくしてホローに入らないように、さもなくば。わあ、アンビーじゃねえか。よかった、お前もきっと無事だって信じ。うわあ、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリーキッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ俺、ビリーだって。昔ある調査員がホローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をホローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをホローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはホローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーを追いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。ええ。命中。
と。危ねえ危ねえ。悪いな、個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえように、せめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ！集中して。あボンミスだボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょ、アンビ、何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は殺す。やっぱりだ、エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す。奪っちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ、エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。うわあ！助け！消えろ！ダメだ！うわあ！コアが現れた！まずい！もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ！腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。俺に任せて。そろ執行。撃破する。
それでは重視分外の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によればこれは治安局によるものです。違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力を借りたとのことです。ですがこの情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は重視分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道は。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ、ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの、一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ。確認したところ、店の外に不審者はいないみたいだ。安心して、跡はつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで重視分外から抜け出したのは、私一人よ。それならいいけど。もう分かってるわよ。市政選挙が近いから、最近は特にピリついてるんでしょ。プロ騎士捜査の強化で、ホットラインまでできちゃったし、それに…はいはい、分かってるんならいいの。それはさておき、ニコ、なんか用なの？あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。それで、ビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。フォロー調査協会に救援を申請したら、私今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。フォローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくか。ニコならやりかねない気もするけど。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをフォローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。よし、取引成立。まだダメ。じゃあ追加で。あれ、オケなの？残念、追加の報酬を聞いてから引き受けるべきだったね。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にフォローの中で待ってるから。ニコ、怪我してるの？そういうことならここでしばらく休んでて。でも、うん、うちの妹の言うことを聞くんだ。それに君には仕事の下準備として後でイアスをホローの近くまで連れて行ってもらうからね。お、あんたのボンプ分身ね。任せて。リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。
ホローへの潜入に向けて僕が代わりに HDD システムを調整しておくよ。じゃあ仕事を始めるか。どう？聞こえるかな、ニコ。リアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った、うん、よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の弱スロットが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。ちょうどイアスを調整しなきゃだし、お先に休憩させてもらうね。ええ、プロキシ先生とビリーは休んでおいて、私が周囲を警戒するわ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトン、相変わらず頼もしいね。えへへ、なんの、プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさかかの有名なパエトーンを探してくるなんて。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ。もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろ。エーテリアスの声。
早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。道中での戦闘は任せて。もちろん戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった、危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。店長、道案内は頼んだぜ。振動はプロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする、戦うか。大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。ここはフォローだぜ。俺がその条件を飲んだとしても、そんでもってスターライトナイトが首を縦に振っても、くらえ。エージェントビリーが銃を取り出し、ドアロックに銃傷を叩きつけています。ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷しました。クソったれ。
とんでもねえやつだな。鳥肌が立ったぜ。鳥肌が立つ。ビリーは？例えだよ、例え。それより戦闘に集中しようぜ。スターライトここに輝く。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？このまま進んで。了解、このまま進むぜ。え、待てよ、このまま進むだと？けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、リンの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。遅いよお兄ちゃん、やっとログインしたんだね。悪かったよ、さっきまでホローの出口の安定性を検証していたんだ。ビリー、アンビー、聞こえているかい？とにかくリンの言った進路については間違っていない。知っての通り、フォローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。それとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。僕たちを信じて、リンもそろそろ感覚動機を解除してもいいよ。それじゃあ切るよ、またね。静かになった、普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する、衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃ、時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら、二人とも乗って。ニコの親分。来たわね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさかまた信号を無視したんじゃないよね？そんなことないわよ、普通の青信号と R 値255の青を通過しただけだから。ま、
それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビ、R 値255の青ってなんだ。あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか。待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。安心してニコ、今のはただの冗談だってちゃんと覚えてるよ。もうパエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ。ここまで体を張る価値があんのか。早速答え合わせをしましょう。これを見て。牙の形のペンダント、私にくれるの？あー嬉しい。何言ってんのよ。これは小型のメモリディスク、シルバーヘッドの所有物よ。重視分解から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌に離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼフォローデータの処理に割いている。けど内部のデータを取り出すくらいでいいなら。リン、僕がインターネットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。
いらっしゃい。あ、リンちゃんいいとこに。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。なになに、どうかしたの？言った通りに伝えろって言われたからそうするね。うん、とっておきのおもちゃが手に入る新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。迫真のおじさんボイスだね。待って、まだ続きがあるんだから。ゴンゴン。新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。解決に手を貸してくれ。詳細は後で送るぞ。以上、社長が言った通りにちゃんと伝えたから。なるほど、裏でやってる温度置きビジネスのことだね。新商品がフォローに巻き込まれちゃったってとこかな。確かに私の出番だね。スージーにはよくわからないけど、温度置きって確か君たちが集めてるおもちゃのことだよね。社長がね、急なお願いだから、いつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。待って待って、この質感、社長さんの仕入れたとっておきってまさか。第4世代型シンクロトランスミッションを搭載した最新の温度器ね。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると、武装の基本スペックが平均で 44.21% 向上。このモデルを装備した戦闘員は少なくとも生存率が 30% 以上向上するそうよ。アンビ、なんでここにいるの？しー、スージーの前でそれは言っちゃダメ。ここでバイトしてるけど、温度器が戦闘用だって知らないんだから。え、超音波？武装のスペックってゲームの話だよ。スージーはあんま興味ないかもだけど、実は温度器ってテーブルゲームが遊べちゃうの。種類ごとにスペックが違うって設定でね。へえ、それってこうビリヤード的な？ほら、温度器って丸っこいし。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な通と見た。おもちゃも君たちのような人間に使われてこそ本望。仕入れがうまくいったら買いに来るといい。特別に改造サービスもしてやろう。わー、社長が直々に改造してくれるって、これすごいことなんだから。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。買いたいのは山々だけど、ジャトや全員の口座残高を足しても最新モデルには手が届かないから。じゃあこれは貸しね。社長さんが一つくれるらしいんだ。私が持ってても意味ないから、アンビーがもらって。本当にいいの？それがあれば上級エーテゲーマーとの対戦もはかどるわ。おお、他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。ちょっと待っててね。お待たせ、サンプルの改造が終わったよ。このフォルムとても気に入ったわ。うんうん、気に入ってくれてよかった。思う存分使いこなしてくれたら嬉しいな。ありがとう、プロキシ先生。それと社長さん、大事にするわ。準備完了。
ジャトヤにかかれば。いいぞ。こいつでぶん殴られてえのか。私は出撃可能よ。私を呼んだのに。私に命令。私はあくまで技術屋だよ。あなた様のために。私は手入れしないと。俺らの出番だぜ兄弟。そう、見ないでください。一匹二匹揃っていますわね。手伝おうか。出動？ご飯は出る？何のご用ですの？総括は一緒にサボろうぜ。いつでも出撃可能よ。触りたい。こいつでぶん殴られてえのか。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いつでも出撃可能。じゃあ、見ないでください。すみません。準備完了。何かよ。じゃあ、いつで銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。
私はあくまで技術屋だよ。触りたい。ダメ。準備完了。じゃあ、何かよ。いつでも出撃可能よ。準備完了。私は高くつくわよ。ジャトヤ、いつでも出撃可能よ。何かジャトヤにかかればバン準備。すみません。目標、温度貨物が紛失した地点はこの付近です。外観の一致するターゲットは発見できま、とりあえずこの辺りを探してみよう。新しく有効なルートをマークした。さあ、行こう。
あれじゃないかな。探し物が手に入ったらここから出よう。しっぱなしにする人、何か。これは、うん、これを押していこう。探知の結果、コンテナの外観はターゲットと一致して任務を達成しました。よし、そろそろ帰るとし。新しく有効なルートをマークした。危険目標を検知。閉じた状態の時攻撃することを推奨。コアが発光した際は直ちに離れてください。
よし、繋がったね。もしもし、僕の声が聞こえる？じゃあ、仕事を始めるか。あっち行け！を得意とします。メニューにあるものなら何でも作れるぞ。ないものも作れるがな。
腹腹食えたか。また来いよ。心があればきっと好きなものが見つかるよ。最後にもう一回運試ししない？触りたい。
ダメ。ご主人様の願いこそ我が無常の使命です。準備完了。何なりとご用命を。準備完了。あなた様のために。いつでも出撃。じゃあ、と、10、頭角はここだよ。